いつぶりだっけ？しばらく会えなかったから寂しかったよ。最近どう？何してるの？おう。そっか。まあ相変わらずみたいでよかったよ。安定っていうか？いいと思う。あ、そうそう。それで本題なんだけどね。昨日 LINE でもちょっと話したと思うんだけど。あ、そう。すっごいね。おすすめしたいものがあるんだよ。まず見た目が可愛くて、生活リズムを変えないまま痩せられて、さらに気分もルンルンになっちゃうよっていう話なんだけど、今から紹介するこの商品、実際世界中で使われてる。さらに最近ツイッターでも話題に上がってて、厚労省で会見までしてたもん。そこまで話題になる影響力を持つものってだけで、なんかこうすごいよね。ちなみにこの商品名パンプスって名前なんだけど、あ、これ覚えといてね。じゃあそのパンプスってどこに売ってるのって話になるんだけど、どこで売ってると思う？ヒントはとにかくいろんな靴が売ってるところ。そう、靴だけ。そう、靴屋さん。あったりー。靴屋さんだったらどこでもいいの。だいたい置いてあるから。そこでお店の人に、私に合うパンプスありますか？って聞く。それだけ。最近は可愛いデザインもたくさんあるし、フラットなものまでどんどん種類が出てきてるから、お気に入りのものもきっと見つかると思うんだ。で、それを買った後はどうするのかって？それはもちろん履きたい時に履く。たったこれ、これだけでいいの。毎日履けなんて言わないし、好きな時に履いていいんだよ。家族でお出かけの日とか、ちょっといつもよりおしゃれしたいなって時に履くだけ。それだけでいいの。するとどうなるか。楽しい。なんかもうすんごい楽しい。ルンルンが止まらなくなるんだよね。そんで何日か履き続けて気がつくと、あれ、心なしか足が少し細くなってきてるような。なんて足痩せ効果も期待できちゃうかも。これは一石三鳥だよね。どう、少しは気になってくれたかな。え、近くに靴屋さんがないときはどうすればいいのって。その点も心配ご無用。なぜなら通販もやってる。だからわざわざ出かけなくてもお家で好きなものが買えちゃうの。ただ待って、ごめんね、今通販ならお得だよって言ったけど、やっぱり可能ならちゃんとお店で買ってほしいんだ。買う時にいくらサイズが合ってても、いざ届いて履いた時にきついじゃん。何これってこともたまにあるんだよね、悲しいことに。そうならないためにも、まずはお店でお気に入りのパンプスを見つけてテンション上げてお出かけしてみようって、そういうお話。1,2,3